日本北海道札幌市東区仮木町岩台町は、北海道札幌市東区の町名。この町名の指す範囲は、豊平川の豊平川第二水管橋と JR の豊平川橋梁との間の左岸河川敷のみにしか当たらず、札幌市内の数ある町名の中でも得意な存在となっている。北で、苗木町、本町、豊平川をまたいだ南側で、 米里、菊水元町、西で、中央区北2条東20丁目と隣接する。河川敷にしか存在しない町名のため地図によっては、割愛されていることがある。かつては、札幌群岩雷村にあたる全域を指していたが、1902年、札幌村に編入し、札幌村大技岩雷村となる。1934年、大技岩雷村の一部が、 札幌市に編入され、札幌市あざかりき町になり、残部は1937年大あざがんライソンを廃止、札幌村あざがんライとなる。札幌村が1955年に札幌市に編入した際のあざかりにあたる区域は、東かりき町にすべて故障変更したため、かりき町に該当する区域は1934年に札幌村から、 札幌市に編入された区域のみに留まっていた。さらに、函館本線異性の区域は北一条東、北二条東に、さらに残った区域も苗母町や本町に地盤変更された結果、いずれにも属さなかった河川敷の区域のみ、狩木町の地名が現在も残っている状況に至っている。ありがとうございます。